はい、見てください。これ見てください。キザンのスペシャルバージョン。うん。ございます。キザンの今まで見たことないバージョン。高いやつかな。やば。え？やば。ございます。さあ今日はですね、吉本の、ある仕事、まあ全部そうか。何？吉本のある仕事が全部そうか。考えて喋るよ。いや考えて喋るよそりゃ。空チャンネルなんだから。空チャンネルは考えて喋る予算なんだから、うん。はい、見てください。これ見てください。キザンのスペシャルバージョン。大人気キザンのお弁当のスペシャルバージョンと言っていいでしょ、これは。これ高いんだろうな、多分。1500円ぐらいするんじゃない？それは言い過ぎか。はい。ありがとうございます。どういうことですか？あんまないっすか？なんすか、今、マジで。電話かかってくること。逆っすよ、電話かかってきたって言うのもあるんですけど。どこで電話しようかな。よっしゃ、ここあったかいからここで電話しようや。今のそんな人いないのよ。珍しすぎるよ。皆さん、これめちゃくちゃいい機材じゃないですか。そうですね。見たことない。えっ、ゆきちゃん、これ牡蠣じゃない。嘘。お、多分牡蠣だよこれ、形的に。ちょっと食べてみ、これ。去年のお弁当がしょぼくて、はい、まあ、人事が用意してる、はい、人事に今年はいいやつにしよう。素晴らしい。やるなぁ、やっぱ。もうクソ咲かない。え、嘘。え、牡蠣じゃなかった。よし。あー、お腹すいた。なんか、俺コメント欄で見たんだけどさ、イケちゃんがなんか空チャンネルをやってるっていう噂聞いたんですけど。ちょっと君やばいよ。俺の、じゃあ俺も化粧していいってことね。できるもんなら。はい、これ牡蠣だと思ったら違う。うん、うまい、うまい、うまい。うわ、キザンの卵、うまっ。うまいわ。うめえ。うん。イカの XO じゃん。魚介かな。うん、うまい。味濃いわ、ちゃんと。クーチャンネルはこうやって感想言うなとか勉強しとけよ。あんま喋ってへんの。え、あんま喋ってないの。何が？そうそう、そういうのが大事よ。さて、エビチリね。うん、おいしい。なるほどね。この魚のフライにエビチリのソースつけるんだ。はい、こうやって食べるんだと思います、多分。ね、皆さん。うん。うん、うまい。お弁当。めちゃくちゃいいお弁当あります。キザン。キザン。私の一番お世話になっているラフレクラの京本さんが。あ、
空チャンネルか。はい。これなさせてる。何の調子だ。もう空チャンネル見てる人も全員やっぱ京さんのこと好きですけどしょうがないと思います。コメント欄誰？なんかあった？一度たりとも。一度たりとも。ふざけんなよ。おいしい？うん、最高。大人気チャンネル最近来てますよ、クーチャンネル。はい、どいつに食べるもんね、実って。50万ぐらいおごってもらってました。確かに、はい、返してもらわないと、そろそろ。いやいや、何言ってなかったっけ。え、あれ手で言ったら返してもらう。あ、そうなんだ。そう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 、吉本初の。ああ、たまったら返却制度。そう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 、だから小坂って借金あんだよ俺に。違う違う、あの人は単純に借金してる。相棒じゃないお茶、冷えてます。くー、最高でございました。ごさんす。